枚方大橋とは、大阪府高槻市と枚方市間の淀川に架かる橋である。枚方大橋国道170号及び、大阪府道6号枚方亀岡線、大阪府道139号枚方茨城線の道路橋である。淀川に架かる橋のうち、大阪府内で一番上流にある橋である。長さは689メートル。南詰では、大阪府道13号京都森口線と接続しており、京阪間の交通の要所となる橋である。中世以前、淀川には、長良橋と山崎橋という二つの長尾橋が架けられていたが、度重なる流出、破壊と中央集権体制の弱体化により維持できなくなり、いつしか廃絶となった。それ以降、明治維新以前には、淀川の大川と中津川分岐点により、上流には橋が架けられた記録はなかった。枚方宿の近くには、昭和時代以前は、現在の橋付近に渡し船があった。1930年に初代の枚方大橋が完成し、2車線の道路橋として使用された。両端部は15連の磁気エントラス構造であり、京阪電気鉄道の旧宇治川、木津川鉄橋を転用のため移設したものである。また、中央部は2連の極限トラスが新規製作された。現在の橋は2代目である。旧橋の老朽化による代替と交通容量拡大のため、都市計画道路枚方高槻線の一部として計画され、1967年にまず上流側の2車線分が竣工した後旧橋を撤去し、1971年に下流側へ拡張され両側4車線となった。ありがとうございます。